と激辛ジョインです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、これは千葉県の君津市にいるんですけども、今回はですね、ラーメン帝王さんに来ております。辛さレベルは今回選べるんですけども、お店の記録がだから21から、ということだったんですけども、今回はじゃあちょっと最高記録を狙いに25からをやっていきたいかなと思います。一応ね、使ってる唐辛子はこうハバネロで辛みを出したりということなんですけども、それでは今回は激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。これメニュー表を見るとね、さっき僕が頼んだのこの辛いラーメンの帝王ラーメンの25辛ということで、はい、美味しそうですね。で、これ店内見回すとね、こういろいろ三浦アナとか各種ね、こうサインがいっぱいいろいろあって各種メディアにも取り上げられています。25辛さん、今日はちょっとだいぶ気合の入った戦いになるかなと思います。めちゃくちゃ唐辛子が刺さってる。これはすごいね。いただきます。さあ、帝王ラーメンさん23からどれほどの威力か楽しみですね。倒します。めちゃくちゃ唐辛子が刺さってますけども、さあ、じゃあちょっと麺いきましょうか。ふんだんに唐辛子使ってる分ね、もうスープがこうドロドロですよね。担々麺みたいな感じになる。このチャーシュー、スープが辛い分、この玉ねぎの甘みがより引き立ちますね。しかし辛いのがね、
汗が止まらない。喋れない。激辛スープ、これを飲み干したこの激辛バトルに切りをつけて、あとちょっとなんですけども、あとちょっとが全然進まない。あ、もう口の中焼けるように唐辛子の辛みで、あ、もう口から火が吹きそうですね。しかしこのスープはめちゃくちゃ濃厚ですよ。今レントした、あごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ラーメン帝王さんの帝王ラーメン、23から辛さレベル、じゃららららら、じゃん、辛さレベル 7.5 でーす。7.5 です。いやー、非常にこれね、ハバネロが効いたとんでもない一玉口の中に運ぶとビリッと口の中が焼けるように辛くなりますけども、非常にこのスープの野菜やら、食材のね、こう出汁が、このスープに染みて、非常に美味しく、食べれました。しかしとんでもなく辛いですよね。もう口の中がもう焼けるように、まだ全然熱いですけども、辛くないメニューもありますので、ぜひ、激辛マニアじゃない方もね、楽しめるかなと思います。残りのスープのね、辛みとね、味も濃かったんでね、いやちょっとね、これ今日はちょっと飲み干すのきついかなと思ったんですけれども、GTO の鬼塚英吉が僕の背中を押して、
見事完食できました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々、あと激辛ブログも更新してますのでぜひチェックお願いします。バイバイ。